毎日英単語 Day 76。今日の単語はこちらです。この単語の発音と意味わかりますか？発音は draw です。イギリスでは draw o っていう風に口をすぼめていくんですが、アメリカは口を開けたまま draw という風になります。意味は描く、引きつける、引き出すなどです。 draw が描くとか絵を描くだっていうのはもしかしたら知っている人も多いかもしれませんけれども、実は引きつけるとか引き出すっていうのもこの draw という単語を使います。なんでそうなっちゃうかっていうと、 draw の語源はもともとはゲルマン語で引っ張るっていう意味なんですね。スーッと引っ張るというこの動きを draw っていうふうに言うんです。なので絵を描くときも線を引くときもスーッとした動きがありますし、注意を引きつけるっていう時も、まあ、日本語でも引きつけるって言いますけども、スーッと何かをそこに引きつける、引っ張ってくるっていう動きがありますね。お金を引き出すもそうです。スーッと機械からお金を引き出すという動きがあると思います。こんな風に英語はですね、共通のイメージで全然違う現象に同じ単語を使うことが結構あります。なので draw 描くっていう風に一義的な意味で覚えてしまうのではなくって、なるべくスーッと引っ張るものだったらこの draw を使うかもしれないなくらいの感じで捉えておくと、試験の時とかにこうシーンの特定の仕方を間違えちゃったりとか、まあ、お絵描きだと思ったのに銀行が出てきてなんだとか、そういうことにならないと思いますので、ぜひ広い意味で捉えていただきたいなと思います。それでは最後に draw のコロケーションをいくつかご紹介していきます。コロケーションっていうのは一緒によく使う組み合わせということで、まあ、今回に関しては draw という動詞とその目的語として使う名詞の組み合わせになります。 draw の後にどういう名詞を使うことが多いかということですね。一つ目は draw a line で線を引く、 draw a picture で絵を描く、 draw curtains これはカーテンを閉めるなんですが、まあ、スーッと引っ張るっていう動きから来ています。 draw money でお金を下ろす、 draw attention で注意を引くというふうになります。ぜひ覚えてください。